ソタベント諸島はアフリカ大陸のすぐ西の大西洋上に点在している島々の一群である。カーボベルデの地図。黄色の部分がソタベント諸島。なお、灰色の部分はバルラベント諸島である。ソタベント諸島はカーボベルデに属しており、カーボベルデの領土の南半分を構成している。15世紀頃からポルトガルが植民を開始した島々であり、 名称に、風下を意味するポルトガル語である、ソターベントと付けられている。ソターベント諸島を構成する主要な島としては、カーボベルデの首都が置かれている、同国最大の島である、サンティアゴ島に加えて、火炎を意味する、フォーゴと付けられた、活火山を要する保護島があり、この他にブラバー島とマイオ島が挙げられる。これらの島々は、農業を主要な産業としている。ただし、 保護産を要する保護島は観光業も盛んになってきている。また、バイオ島は農業も行われているものの、生炎業の方が盛んである。なお、以上の島以外にも、グランデ島、島島、レイ島などの小さな島々が存在する。これに対して、バルラベント諸島のバーラベントとは、風上を意味するポルトガル語である。ありがとうございます。